ヤフーチューブ、どうもなぎです。さて、今日の動画はですね、こちらのパルティさんが出している夢中ピンク、ピンク系ですね。この体を染めていくんですけれども、ちょっと前にですね、ファイバープレックスブリーチ、ベースアップブリーチ、メガメガブリーチ、まあ、どれがブリーチ剤で一番抜けるか、綺麗に抜けるか、傷まないか検証した動画があったと思うんですけども、で、もともと7レベルとかさ、6レベルとかちょっと暗めにブリーチ剤を染めた時の色で、もともと11とかそこら辺明るい毛束にブリーチ剤を入れた色2つ作りました。で、今回はこのブリーチ剤で抜いた毛束6本に対して市販で売ってるピンク系を入れたらどこまで染まるのか、どれが綺麗に染まるのか、それを今回はこのピンク系でね、検証していきたいと思います。2色ピンクあったんですけど、なんとなく多分好きかなって思う感じの夢中ピンクの方を選びました。今回もう早速作っていきます。混ざりました。まずファイバープレックス、美容師で使うねブリーチ剤、ファイバープレックスの2束、暗めな方と明るめに入れたり、これ両方ともブリーチしてあるんでブリーチ剤使ってます。これに夢中ピンク染めていきます。はい、じゃあ次、ベースアップブリーチを染めた毛束ですね、こっちに染めていきます。まあこれからね、秋になってカラーリングのね、色味の幅も少し変わってくるんじゃないかなとは思います。またラベンダーとかさ、ピンク系とかブラウンとか、やっぱそっちが秋はみんな多くなるんじゃないかな、やっぱり。ね、カラートリートメントとも迷ったんですよ。ポイントでやる方いるかなと思って迷った挙句、ちょっと普通のカラー剤にしました。またちょっとタイミングがあり次第、カラートリートメントの方もね、何かやっていこうとは思うんですけど、それは楽しみにしててください。はい、では3つ目、このメガメガブリーチ、これを染めた毛束ですね、塗っていきます。多分色の濃さ、一発での色の濃さはカラートリートメントの方があると思います。色味を表面につけるっていうか、中に浸透させて、まあ表面につけるみたいなもんだからね、カラートリートメントは。ただ長持ちしてやっぱり綺麗に品のある感じになるんだったら、やっぱりカラー剤の方が入ります。いくらあの市販のものとはいえね。はい、では夢中ピンク染め終わったので、まあ20分ほど放置した後って書いてあるんで、20分置いて流していきたいと思います。はい、ということで流し終わったので3つとも乾かしていっちゃいます。はい、ということで今回はこのパルティの夢中ピンク、これを染めてったんですけど、このファイバープレックス、美容室のね染めたやつ、
こっちがもともと6レベルだったものに対してブリーチ剤を1回入れてますね。でそれに対して夢中ピンクを入れてるって感じで、こっちは同じなんだけども毛束がもともと12レベルとかちょっと明るい色に染めた感じ。ちょっとやっぱり発色はこっちの方が綺麗ですね。なんか下がね白いのでやると反射して汚く見えちゃうんだよね。こっちベースアップブリーチ、やっぱりこれもそうですけど、こっちもともとが6レベル、もともとが11、12レベル、まあ同じピンク系だけどもやっぱり発色というか透明感が出やすいのは明るい方ですね。もう十分こっちでもピンク味は出ますけどね。ピンクは綺麗ですね、色が。でこれメガメガブリーチにしたやつで、こっちもともとちょっと暗め、こっち明るめ、ちょっと濃く入ったかな。メガメガはキュッとこうやって近く並べてみても、まあやっぱ若干光の反射、これが薄いかな。ベースアップブリーチが少し薄めかもしれない。色がしっかり入ってるのはやっぱりファイバープレックス、美容師の方がしっかり入ってる感はありますね。メガメガはなんか両方ちょっと暗く落ち着いたかなっていうイメージかな。発色はねメガメガが一番良かったんですけどね、もともとブリーチだ。前の動画見てもらえるとわかると思うんですけど、そうね、やっぱこれが一番綺麗かな、ファイバープレックス。やっぱそのブリーチした後に色を入れるっていうことを考えても、やっぱり美容室の方がその後のことを考えると綺麗かな。やっぱりダメージもやっぱ一番少なかったですし、ブリーチの時ベースアップがね一番傷んでましたけども、この市販の2つ見てもなんか薄く入ってるのはベースアップの明るい方だけど、この辺は結構似た感じですね、3つとも。うん、こうやって見てもやっぱ際立って綺麗に入るかな。もう元々が67の方にブリーチ剤入れたのはそんなにさほどどれも変わらない、ツヤ感がやっぱり違うかなっていうイメージ。ブリーチの時もそうでしたけども、やっぱり綺麗に染まってダメージもなく入るのがやっぱり美容室なのかなっていう気はしますね。はい、ということで今回は夢中ピンク染めていきました。まあこの写真のさ、やっぱこの光の部分見るんじゃなくて、カラーリングとか撮る時って買う時ってね、できるだけこの下の部分のさ色味、これがやっぱり見えた時だし、外で見ればやっぱり明るくは見えるけども、自然光の光で見えるのと暗いところの見え方ってやっぱ違うのでね、こうやって見てもさっきの机で見たのとちょっと違うじゃないですか。これ暗め、こっち明るめ、やっぱこっちの方が綺麗だね、ファイアプレックス。まあ、今回もまあちゃんと20分放置して流したっていう感じにしたんですよ。前も言った通り、もう30分以上置いてもカラーリング剤でも入っていかないんで、無理に入れることなく20分から30分程度置く形で正直いいと思います。色味自体はしっかり抜けてれば問題なく入ると思うので、うん、香りも別に悪くないし、ちょっと今回はピンク系で染めてきましたので、他にね、まあ、ブルー系とかもあったんですけど、ちょこちょこ、まあ、パルティ以外にもね、いろんな体あるので、少しずつ実験していこうと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。